あそこにエリクサーっぽいのあんな。それ取んなくていいの。あ、吸い込まれたわ。じゃあ一回待ってくれ。なんかまだありそうなんだ。左奥に宝箱あんの見えたんだけどな。このイベント後なのかな。これアザラシ？ネムネム。ああ。うん、やっと会えたね。ごめんね、待っててくれたんだ。彼らは古代史の精神体。ずっと長い間星に帰らず、この神殿を守り続けて。長い年月は彼らから言葉を失わせた。うん、最初から言葉はいらなかった。神殿に留まった者たちの目的は一つだったから。それは、ねえ、教えて！ダメ、あとはわからない。怯えているの？セフィロスが神殿にいるから。それとも他のこと？エアリス以外もう誰も喋んなくなっちゃったな。エアリス主軸だから買い物できるか。記録か。ここは古代史の神殿だ。簡単には戻れない。それでもいいだろうか。気が変わった。あ、これ出れんのか。休ませてくれ。 MP 回復した。あー、ここってエンカウントあんのか。速攻でしたね。あ、おい待ってくれよ。もう話にならない規模だ。おい、ユフィちゃん強い。あ、エーレンダーいけんだ、これ。おー、全然余裕じゃないか。あ、どっから来たんだろう。自分を見失いそうだ。下いけるな。待って、上なんかマテリアある気すんだけど、このピンク色のやつ。絶対そうだろう。こんな大室にね、光が続けるわけないのよ。ラッキーのマテリア。卵取るぞ。L と R で左右に揺れて、卵チャンピオンを決めてやろう。問題は、こちらに抜けてか。怖い怖い、とした怖い、とした怖い、とした。ああ死ぬ、死ぬ。うぶえ、死ぬ、死ぬ。はまった、はまった。HP どこで削られた、これ。HP の概念ないんかい。これ3倍してなくて、この速さか。クッキー生地にさせられるぞ、これ。ハロウィン。このふ菓子の中央を抜けてくんだけど、多分ここの出っ張りがあるところは踏まれないっていう算段だったんですけどね。結構横軸見えないんだよね。FF あるあるなんだけど。クラウドがどんどん薄くなっていくぞ。カートゥーンクラウドが見えるかもしれない。ちょっと待ってくれ。だからやめてくれっつってんじゃん、FF。ギミックやめてくれ、マジで。今の入れてないんだよ。横か、この横。ちょっとすまんすまん、ぺっちゃんこにしてすまんな。こうランキングつけるわ。1位ここ、2位いるか、3位があれだな、ツタのあの、なんもう名称もわからないくらいはるか昔にやったやつでいい。あれですね、スラム街でさ、ツタをさ、こう横に飛んでいけみたいな言われてたやつよ。これなんで逆に死なねえんだ、こんな。5ずつくらい削られてんじゃないか、さすがに。駆け抜けてって。白いやつは、ここで一泊置ける。ほざけ。ここで一泊置けるだろ。さあ、今度黒いやつ、ここ入るね。オッケーオッケー。そしたら、おしまい。もうこれ逆に3倍速にして突っ込んでったらいつかいけんだろ、これ。いつか行けるって。いや、安心しろ。タイミング悪いから。そして、こうやっていくだろ。待って。お、待って、3倍でいけた。え、マジで3倍でいけたんだけど、適当に。右スティック入れてたらいけた。もう頭使ってやるゲームじゃねえんだよ、これ。変化のマテリアン？何なんだよ、この急速値は。え、これ一気に戻されんのか。いや、3倍強を信じろ。3倍強にしたら、こう右入力できる。右入力を信じろ。よいしょ、いいぞいいぞ。もう頭で自分で考えてやるな。FF に身を委ねろ。こっから始まる。よし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 。いけ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 。一回箱を整理する。一回あちゃ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 あ違うんだよな、無事な場所が。アンチが違うんだよ。ここ。いけるぞ。ここ。入れてるだろ、これ。
じゃなんで横画面にしないのかが分かんない。なんでこんな中途半端な斜め画角で見せるわけ。距離マジ測れないんだけど。ここよし来た。あ待ってるな。一泊置け。よし。何ふうやったね。大丈夫か。さすがに答えたな。いや本当に積むかと思ったけど全然。あよかった。てかクラウドが喋り始めた。あクラウド大変。早くこっち。せっかく橋までたどり着いたのに。じゃあなんで右側まで行かされたんだこれ。え、あそこですか。問題のね、九段の九段の泉。え、もうついていけなくなってきたな。これは何ですか。生命エネルギーみたいな。古代史の知識がいっぱい。うん、知識なんかじゃない。そう、意識、生きている心。何か言いたがってる。耳傾けてあげてください。ごめんね、わからない。顔面笑ってる。え、鏡なのか湖なのか。ユヒちゃん今どんな気持ちなん。ホリン、危険、邪悪な意識。せっかくホテルでよくわかんねえつってまとめたのに、またよくわかんなくなってきたな。これどうなってる。何これ。待ってほら見て、始まるよ。ブー。ツオンさん、これはこれで約束の地がわかるんですか。さてな、どうかな。とにかく社長に報告だ。やっぱ雇われてない。これどこだ。気をつけてくださいね、ツオンさん。ああ、イリーナ、この仕事が終わったら飯でもどうだ。あ、ありがとうございます。それじゃお先に失礼します。え、なんかまあ地下でなんか取ったんだろ。取ってイリーナだけ返したみたいな。ここが約束の地。いやまさかな。え、あ、なんか通りかかってきた、でっかい刃が。こいついつも見切り方面白いわ。見切れ方が面白いわ。これでカッコつけキャラになんないのが不思議なんだよな。まじ、居合なのか。この距離で一線で行くのが、もしかしてなんだっけ、セフィロス。そうそうそう。うずくまっちゃってどうしたんや。なんだ、お前が扉を開いたのか。ご苦労だった。え、ここはなんだ。え、失われた地の方向。古代史の知恵、知識。え今ホリンちゃんと同じ脳内になってる。多分私は星と一つになるのだ。星を一つに。え、なんでこんな分裂できるんだ。愚かなる者どもは考えたこともあるまい。この星のすべての精神エネルギー、この星のすべての知恵知識、私はすべてと同化する。私がすべて、すべては私となる。そんなことができるというのか。え、セフィロス、これ2体いるけど、どっちが私に向いてるこれ。ちょ、なんだなんだ、お前たちには死あるのみ。しかし悲しむことは、ツンさん、死によって生まれる新たな精神エネルギー、やがて私の一部として生きることができる。まあ、だが大量殺戮したいみたいな話、精神エネルギーのために。っていう一言で済んじゃうのかよ、今までのやりとり。嘘だろ。もうツオンさんも、ツオンさんが一言言ってくれれば、私こんな深部に来なくて済んだのに。気持ち悪いなぁ。いや、その通りですね。壁画の部屋はどこだ。あ、壁画だったの。もうすぐね。セフィロスがいるんだな。じゃあ、迎えますか。あいつが何を考えようとここで終わりだ。俺が倒す。はっ倒す。私は関係ないけどね。でも、ま、手を貸してやるよ。ホリンちゃんがいてくれることに私もなんとかついていけてる。あ、古代史。休む。記録するを押すと、なんで毎回外に出そうになるんだ。なんでここだと出されないんだ、外に。よくわからなくなってきた。とこんがらがってきた。何これ。古代史の知識を求める者よ。我が度胸を制し、道を築け。ルーレット。回転。同じとこにやればいいって感じ。あ、違うな、これ行く先決めんのか。だから1とクラウドのとこに繋がってるところで止めりゃいいって話だよね、多分。まあそういうやつなんだろ。ストップ。下手くそ。あ、自分で動かすってあるじゃん。そういうことなんじゃない、多分。秒針は多分まあそんな関係ない。この右の壁画に1ってあるから、ここじゃない。これで合ってそうだな。失礼します。とこ1行けばいいんじゃない。はあ、押すのか。クラウド大丈夫か。埋め込まれている。
一部屋ずつ行くのこれ。もしかしてなんか本当に急にギミック始まるな FF って。長いな、1時間ってこんな長いのか。全く単身が動かない。これだ、これで隣の部屋行ってみよう。ん、左が1じゃないか。ちょ、見切れてて分かんなかったけど、あ、なんかワンチャンつながってる可能性あり。蜂蜜色の外が広がっている。宝箱じゃないか、ただの。は？おい、ミミック的なあれなのか。んー、ミミックよりも可愛げがないぞ。キイチゴの化け物。そう名付けた。キイチゴジャム化け物って名付け。なんて簡単なんだ。これか？ウケケチうまっ！盗むとかでなんか有益なアイテムが手に入るみたいな敵、なんか増えてきそうなんだよな、今後。まあでも適当に一個ずつやるか。秒針が何なのかがむずいんだよな。秒針に当たると首ちょん切られるという想定で私はやってんだけど。ああ、こちらも繋がっている、先に。まあこれもだろ。プリンセスガード。え？すべての異常状態を無効化。暗いじゃないとね。進めてと。攻略あったか、これ。これ秒針の、あ、やっぱ落ちたわ。やっぱそういうやつなんだな、これ。え？この雰囲気は。ああ、来るんじゃなかったよ。あ、やっぱそういうやつ。いや、勝てるだろ、さすがに。挟み撃ち。線か。強いなぁ。おや、おや、おや、おや。あぶね。逃げ切った。あれ、1時間取ったからもういいな。釘バット。誰のでもあっても嫌だ。クラウド。マテリアーナなし。妥当だろ。まだ真下行ってないはずだから。ここだ。あ、なんか話進んだか、これ。宝箱取っといた方が良さそうだけど、なんか変なギミックあるな。いろいろと内戦、そうね。そうだな。こんな苦労話笑って話せる時が来るよ。だから頑張ろう。はぁ、ギミックか。万人の出現位置を推理して捕まえてください。それからそれから画面左の段差は下の 段に落ちるらしい。だこいつが入る穴を覚えろってことでしょ。でもこいつ多分次左上出てくるよ。いや、左上に出てくる。これ一回出たけど、もう一回穴の中入って多分左上に出てくるから。マジでちゃんとやんないといけないやつだ。上じゃない？全然覚えてないね。あ、でもこれ一周したんじゃないか。中央だろ。中央行って左下行ったろ。FF7 マジかさ増しするな。ちゃんとやります。はいはい、ちゃんとやりますよ。まずこう穴がさ、どこに繋がってるかっていうのをまず覚える必要があると思うんだよね。だから私はこうやって2段ね、こう書くわけよ。こう穴書いて、こうね、こう、2、3、4ですわ。3、4、ビーって引いて、1、2、3、4って書くわけですよ。そしたらどうなると思います？ここだけね、多分ね、ノーカットでね、出すね。うん、私の、采配です、これが。自分のことが手に取るように上がるけど、多分こうやって図書いてみたいなとこ全部カットしないで、丸々1本30分ノーカット出すな。これ作業版 FF7 を出すはずだ。で、まあいいや、左から入ってってさ、ここ1へで2に入る、2に入るだろ。でここが A がここ B につながってるわけよ。ここ左下がどこに繋がってるかっていうのを今度は把握する必要がある。でも2こっからできた。2出てきて3に入ってった。3に入ってった。したらここがここに繋がるから。CD と繋ぎ、ここを矢印で繋ぐわけ。したらどうなると。したらこの右を今度は見ないといけない。
ここがどこにつながってるかによるんじゃないか。そういうことになった。4。違うな。わし何書いてんだこれ。何書いてんのこれ。ここ入ったらなんかこっち出てきて、はあ、え、もうチーク始めたのか、ついに FF。 ここに入ってった。足が今どこにいるかわかんないな。足右下、右下に入ったか。右下見よう。そしたらこう6出てくる。こう6、こっからできて、じゃあ6こっち行った。こっち行ったから待って、2が2個ある。鳥が出てきた場所を記録している数字の2がなぜ2つもあるのか。勘でやるか。いや、なんか頭使っといた方が良さそうだな。最近脳トレが流行ってるから。そんなわけないんだよ。クイズ番組は流行ってるとはいえ、私がどっから入ってどっから出てきたかってのも忘れちゃったんだよね。 言うなればね。ここ、あ、やっぱ出てきた。巡回ルートは分かった。いいね。入る。出だ。場所分かったぞ。次、右、下の段、右から2番目から出てくるんだけど、あいにくと、どこに入ったらそこに入れるかが分からない。ね。こっちに出てくるんだ。右下に入ると、違う。右に入ると左下に出てくる。で、今私の予想と違う動きしなかったか。5だろ。次6なんで、中央右から2番目から出てくるな。それが非常に高いのではないかといった予想。中央は右から2番目で注目。左下に決まってるんですよね。こっち入ったと。4番目、左から2番目に入ったと。ってなったら、つまり左上から出てくる。この予想硬いですね、正直。右下から出てくるんだよ、そんなわけはないんだよ。来た。これリセットかかった。次中央右から2番目に入っていくから、ここに出ればいいっていう話なんだけど、このホラー穴がどこに繋がってるかがわからない。これが一番問題なんだよね。まだ、まあ洞窟の位置をまず ABCDEF で G と H が空いてるわけ。なんか腹減ったな。今適当にここ入っちゃう。あ、ここがこっちに出るんだな。で、ここに入るとに合ってんの。ここに入っ出てくる。もう3手に分かれないか。次下右から2番目に入っていくだけど、どうやったらそこに入れるかが分からないから、これは捨て、次の回は捨てる。だ、次4だから左に行きたいわけだ。下だな。5、右から2番目に入る。右から1番目。え、意味わかんないんだけど、ちょっと、じゃあ、私の考えてたのと違う。え、あれ、あれ、下の段で迎え入れるはず。まあ、なんか、こういうことだ。こういうことだからさ。休むか。ちょ、わからん。で、これで、下に出て、右から1番目のところに入ると、多分一番上に出れる。っていうこと。まあ、ちょっとよくわかんないですけどね。来れたね。ここが壁画の間。ちょ、待ってくれ。